第三宇宙丸。第3宇宙丸は、日本国有鉄道、国鉄宇宙航,航路に在籍した、自公式の車両都線である。1953年、昭和28年5月1日の就航で、宇宙航,航路では、最後の車両都線であった。宇宙航,航路でも増大する輸送需要に対応すべく、1936年、昭和11年には、青函航,航路に順次同型の、 車両構想システム導入を決定していたが、戦争のためやむなく中断していた。戦後の急激な輸送需要増大で、中断していたこの大型車両構想システム導入計画が復活し、1947年、昭和22年から1948年、昭和23年までにこの車両構想システムに対応した1400総トン級の 死運丸型車載客船3隻を就航させ、可動橋などの水陸連絡設備完成を待って、1949年、昭和24年3月から車両構想を行っていた。しかし低速で、還元が低く大派性に劣る300相トン級の車両都線第1号丸、第2号丸を使用する従来からの車両構想システムも併用しており、車両構想能力は、 未だ不安定であった。その上、1950年、昭和25年からは、朝鮮特需による急激な貨物輸送需要の増加もあり、国鉄は、貨車構想能力の早急な増強を迫られ、ここに、大型車両構想システム対応の、車両都線建造が決定した。鮮明は、旅客扱いのない純車両都線ということで、前期の小型車両都線から、連番の、 第3ウコウマルとなった。同型線はない。航路長が短く、狭いな海面での離着岸を頻繁に行う、ウコウコウロでは、高快速力向上よりも、離着岸に要する時間の短縮の方が、全体の所要時間短縮には、効果的であった。このため、第1、第2ウコウマルと、同じく、可動橋への接合がより容易な選手着眼とし、 車両の積み下ろしも選手からとしたが、これは、シウン丸型とは逆であった。指揮会にも大事、第二、宇古丸同様、蒸気タービンに比べ操縦性の良いディーゼルエンジンを採用したが、これは国鉄の大型車両都線としては初めてで、シウン丸型同様、宇野、高松間を1時間余りで、航行可能な出力を有していた。 潮流の速い微酸瀬戸を航海するため、船尾の舵は2機のプロペラの直後に1枚ずつ装備する2枚舵としたほか、高新時の操縦性も考慮し選手打も装備した。ディーゼル化により大型ボイラーの装備がなくなり、シウン丸型では、機動式であった、軽戦機器やヒーリングポンプ、操舵機等の交流電化が進められた。岩壁系流位置において、シウン丸型では、 可動橋中心線は船体中心線と一致していたが、本線では20パーミルの角度を持って、船尾側を岸壁の反対側へ振ることで、船体幅を四雲丸型に比べ1.3メートル拡幅でき、これによって船内軌道を四雲丸型の2線から余裕を持って3線に増やすことができた。 三線とも線尾の終点ではほぼ横並びであったが、車両積載数は、左舷の船一番線から、右舷の船三番線まで、順次、ワム換算8両、6両、8両の計22両と、抽船である船二番線が少なかった。これは、死雲丸型の完全に平行な船内軌道二線に接続するため、可動橋船端部のこれらに接続する二線も、 軌道中心間隔3.6メートルの平行で本線から使用開始した可動橋の抽選はこの2線の間に縮小建築限界が大きく重なる状態で付設されていたため船1番線と船3番線は選手から直ちに半径100メートルの急な S 字曲線を置いて両下に離れるよう付設された。しかしそれでも選手部では参戦は 接触限界を超えて近接し、中央の船2番線選手部には、ワムカンさん2から3両分の車両積載できない区間が生じた。ただし、船1番線、船3番線の選手部を開ければ、船2番線の選手部両側は広く、第一種活大貨物を積載できた。この選出未参戦構造は、以後の同航路のすべての客はじめ車両渡線で採用された。 船内軌道の枕木廃止は、死雲丸型から行われていたが、枕木代わりの薄い後半にレールを溶接したのは、本船が初めてであった。なお、車両甲板選手団から船体中央部までは、死雲丸型同様手押し車通行可能なよう全幅に渡り、レール上部の高さまでか上げされていた。向こ航,航路で、すでに20年以上にわたり、運行中の 小型車両都線第1向丸、第2向丸の車両乾板には屋根はなく、本線もこれに習い、車両乾板上の大部分で屋根はなかった。選手部には両原から京定駅のように車両乾板上をまたぐ船橋楼乾板を設け、その全部を養病器2台を設置した選手形線作業場とし、その後ろには高級専任居室と無線関係室の入る、 看板室を設け、その一層上の航海船橋には、両舷側まで張り出した操舵室を設けた。本線は更新で離岸するため、操舵室の後方には視界を妨げるものは設けず、360度の展望が確保され、更新時に使用する、選手団の打輪は、通常の線尾ラの打輪のすぐ後ろに、後ろ向きに設置された。操舵室屋上には、全部マストを設け、上部には、 レーダースキャナーが装備された。船体中央部にも、車両甲板をまたいで横に並んだ2本の煙突を支え、後部マストも立つ、探偵甲板を設置し、両舷に救命艇を一隻ずつ喧嘩した。船尾部も一部車両甲板上に屋根掛けし、その上に、キャプスタ2台を設置した、船尾系線上とし、入居甲板と呼んだが、これら3つの甲板はそれぞれ名称こそ違うが、 同一層で、1961年、昭和36年建造の佐ぬ丸、初代の遊歩甲板相当であった。なお中央部の探偵甲板と船尾の入居甲板艦は船一、2番船艦の上に設置した連絡橋で結ばれていた。軽船機器には、東山丸型に続いて、巻船型交流誘導電動機駆動が採用されたが、起動時には抵抗を入れ、 順次自動短絡していき、負荷がかかって、過電流になれば再度抵抗が入って、電圧を下げる制御式が取られ、東山丸型のような流体継ぎ手は使われなかった。車両甲板周囲は、選手の車両積み下ろし口以外、波除けのため高さ2メートルのブルワーク、減少をめぐらせ、このブルワークと、船内軌道との間の余裕部分に、厨房、トイレ、浴室、 階段室や各種倉庫等を配置し、この余裕部分の上、ブルワークの高さに前後をつなぐ通路を設置し、これを現象長部甲板と呼んだ。現象長部甲板は、選手部の船橋老甲板を支える部分の上限、前半分のみ閉鎖スペースで、ここの左辺側には、積み下ろしする車両と可動橋を目視しながら、ヒーリングポンプの遠隔操作を行う、ポンプ操縦室がおけされたが、 他の甲板指示部はすべて通路で開放状態であった。車両甲板選手団の水面からの高さは約2.1メートルしかなく、巡航中に波浪が車両甲板上に流入するため、高さ88センチメートルの堅木製の手動着脱式防波板が用意されたが、工天時には浸水を防ぎきれないため、船体中央部から 先備側にかけて二十二個の放水口を設置した。車両間パンカーは八枚の水密隔壁機で9区画に区切られていた。車両間パンカー第二間パン再全部は選手打相談機室で交流電動機一台で駆動する電動油圧式相談機が装備されていた。その後ろに秒差庫、選手タンク、2区画の船員居室と続き、この2区画間の水密隔壁機には 水密すべとが設けられていた。この後ろの区画が発電機室で補給類の交流電化進展を受け、180、制動馬力ディーゼルエンジン駆動159馬と大型化された 60Hz 参照交流発電機が2台設置されたほか、45馬力、交流誘導電動機駆動の渦巻式、ヒーリングポンプも設置され、 両弦にはそれぞれ外側容量117.8トン内側容量を64.9トンに区切られたヒーリングタンクが設置されていた。続く区画が機械室で毎分260回転低格出力線、制動馬力の主軸直結のディーゼルエンジン2台が搭載されていた。その後ろの区画は左弦を機関部倉庫並びに作業場とし、右弦をその他の物質とした。そして、 最後部の区画は、交流電動機2台で駆動する線尾2枚台用の電動油圧式総打機を装備した線尾総打機室となっていた。1954年、昭和29年9月2日から、車両甲板積みでの自動車構想も行われたが、並行するフェリー航路が充実してきた1962年、昭和37年4月30日限りで終了している。 シンマ丸事件の衝突相手として有名であるが、選手済みのため、喫水船レベルでの選手の幅は、通常の船同様狭いのに、水面上、約1メートルの車両甲板エプロン部では幅約9メートルにまで広がり、選手部喫水船上側面の船体外反は、著しく傾斜したフレアーの大きな船形となった。その上着岸時の衝撃や重い車両の通過にも、 耐えられるようこの部分は極めて堅牢に作られたことも、本戦選手を戦隊側面に衝突される形となったし、雲丸側の損傷を大きくした要因であった。従来の国鉄連絡船の外原色は、戦時中の警戒色の時期を除き、黒と白であったが、本戦では、新造時から1967年、昭和42年まで、緑と白に塗り分けており、 後に続く色とりどりの連絡線の先駆けとなった。車両看板上には屋根がなく側面にトラスルイの構造があり、静観連絡線第一静観丸を前後逆にしたような外観であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。